それでですね、この LGBT に見られるようなですね、過激なこリベラリズムというよりも,ほ,もうほとんど共産主義ですね、共産主義のアジェンダで来ているわけですけれどもそれに加えて驚きなのがこの「麻薬の流入」この本にもあるようにですね、フェンタニルというですね、なものすごい強力な麻薬があってだって 一つまみで死んじゃうんだからもう麻薬ってただの毒じゃないかという感じなんだけども、で、これがどうも、そので中国で作られてるんですか原材料が中国なんですか基本は言われてるのが中国からメキシコの西海岸に2つある州に来てるか、またはカナダのもうまさにバンクーバーに原材料が送り届けられて、で、それがメキシコとあとはカナダで生成されて、で、それを 流通させていくのが麻薬カルテルさんたちっていう感じですね、うん、でも<や>まさに僕さっきお寿司会に行ったんですけど、うん、その道すがらで一人もう道路の傍らで薬やってむーってなってる人いましたし、うん、あの本当ににそこら中にいますね、うん、あもうバンクーバーでもあのゾンビ状態の人たちがいるあなんかもうバンクーバーなんか本当にあの特にイーストヘイスティングスっていうところなんかはあの本当にゾンビみたいな人しかいないレベルです ゾゾンビゾーンビーになってるんだ本当にゾンビゾーン。で、警察署の目と鼻の先なんですけど、もうそこでも昔からずっとその麻薬の密売っていうか、もう密売になってない。もう普通に売買になってて、うん、本の中でも紹介しましたけど、そこに、あのもう本当に警察署と目,の目と鼻の先のところに、堂々とお薬を売りに来る移動販売者が来るっていうぐらい、すごいことになってるんですよ。うん それもちょっともうシになんないね。だからあの、この本にもあるようにね、昔アヘン戦争っていうのがあって、まあイギリスが中国にアヘンをまあ売りまくって、中国人みんなアヘン中毒になってしまったわけですね。うん。で、それがまあ中国のですね、まあ100年の国地、国の恥ですね、地辱の中にまあ含まれているわけですよ。で、今度そのリバース版やられてるのかと。 うんいう感じですよねで、トランプ政権の時に一度こう止めようとしたと、だから中国本国から入ってこなくなったかもしれないけども、そのメキシコ等を経由して入ってくると、でそれがさらに国境をまたいで、カナダまで行ってるととそういういことですねで結局、カナダにその中国系の人もいっぱいいるので、<こ>多分そういう姿があるのかなと思いますし。はい、うんでそれカナダ政府としては対応してるんですか、何らかの。<laughs> <laughs> よくわかんないですね、あの例えばトルドー政権がその薬物関連でやったことって言ったら、薬物の売買やっても、やったのを今まで実刑だったんですよ、必ず。で、それを実刑ではなくて、裁判官の裁量で保護観察みたいな感じにできるように、刑を軽くするっていうことをやってて、むしろその薬物売買を広げようみたいな、そういう動きしかやってないですね。 それで広がるもんだから、最終的にはこの僕の住んでる BC 州に関しては、どうにもならないから、違法薬物を合法化して、2.5グラムまでは覚醒剤だろうが、フェンタニンだろうが、MDMA だろうが、コカインだろうが、すべて合法、使ってください。で、必要だったら、セーフインジェクションサイトっていうところで、無料で差し上げますからねっていう、そういうことをやってます。ま <あ S 1> <laughs> あの、そういうね、昔から、例えばオーストラリアなんかでも、その薬物中毒者に対する対応として、それをむやみに取り締まっても無理があるから、一定の場所に行くとね、政府が提供して一定量、をかつ、このニードル、注射器ですね。これも清潔なものを提供すると。 うん。汚染されたものを使い回しすると、それで HIV とかいろいろ蔓延してしまうと。だからそういうやり方をすると。まあそういう発想、つまり管理されたのリスクというね、そういう発想が昔からあるのはあるんですよね。だけど今の話聞いてると、全然ダメじゃんっていう。そう、彼らそれをセーフサプライっていうふうに安全な供給されたものですっていうふうに言ってるんですけど、結局合法化しながら何が起きたかって言ったら、もう 止まらないんですよね、本当にその薬物中毒者の人たちが。そりそうだよね。はい。今年2023年度はもう100%過去最高数の薬物過剰摂取し、オーバードーズで亡くなる人がもう確実に過去最高を更新します。っていうぐらいでもう全く意味がないです。何の意味もないんですけど、サイクン中たちはいや、これで救える命があるんだってギャーギャーギャギャ言ってるんですけど、 違うだろうという話なんですよね。結局、あいつらがそういうことを言えば言うほど薬物中毒者増えてるし、で、やめられないし、彼らは他の国で成功してるから、例えばポルトガルの例とか出すんですけど、圧倒的にカナダと他の国の違うところが、カナダって本当ただ薬物あげて、それでおしまいなんですよ。本当にそういう系で助けたいんだったら、大体の薬物、 ちょっと同じような効果だけれどもその依存性が低いものとかを与えることによってあの徐々に徐々に体を慣らしていくっていうんですかねっていうのをすることによって社会復帰させるっていうのをやればまだいいんですけど、うん、カナダはそれやってないんですよもうただ薬物合法化しますどうぞでみんなを救えるぜって言ってるんですけどそんなわけねえだろうっていう話じゃなくて訳わかんないそれそう全然意味わかんない。人体が忙しくななってるだけなんで そんなのただ単に中毒状態が違法から合法になりました。はい、解決ってそう、わけわかんないよね。で、しかもその合法のやつも結局数が限られているので、日本でいうところの生活補助費みたいなものが出た時に過剰摂取士がゴンって増えるんですよ。っていうのは、あの結局その政府が無料に提供してるやつだと効果が 限定的というか、量が少ないんですよね。はい,はいはいはい。落とさないようにするために。結局、中毒者の人たちは、その生活保護費が出た瞬間にすぐブラックマーケット行って、そこでエンタニエルの混じった、そのやばいやつを買って、で、オーバードーズで亡くなるみたいなのが増えてます。この一定量までは合法とするとか、またそういう発想があるじゃないですか。で、それでアメリカのカリフォルニアの方ではですね、万引きも、 950ドルまでなら OK みたいな。ふざけてますよね、<laughs> 本当に。そう、そしたらみんなものすごい勢いで万引きしまくって略奪状態になってるじゃないですか。あれ万引きじゃないですよね、あれね。非犯罪ですからね、完全に。そう、うん、隠す気もないわけだから、うん。そういうのはカナダにはまだ来てないですか 万引き OK はさすがにないんですけど、ただ、正確な数すみません、ちょっと忘れちゃいましたけど、10人ぐらいで1年間で600回ぐらい逮捕されてるみたいなケースは出てるんですね。僕あの自分の本の中でも、第1弾の本であのソフトオンクライムっていうその犯罪者が発信する政策、めちゃくちゃ叩いたことを書いたんですけど、よくよく調べてみたら、うん、カナダも全く同じ状態だったっていうのが分かってて、うん、今それに関しては、保守党とかが猛烈に戦ってくれてて、 結局、何度も何度も逮捕されてる人が今、殺人事件とか平気で起こすようになってるんですね。で、それが注目されるようになって、今、なんとか変えようっていうふうになってるんですけど、アメリカみたいなあの万引き天国みたいなのにはなってないです、さすがに。うん、あれはね、あそ、もう、うん。シカゴかなんかはあれですよね、なんかもう、万引きすごいことになっちゃったから、もう、でかいスーパーマーケットが撤退するから、 じゃあ代わりに市が運営するスーパーマーケットやろうじゃないかっていう、何それっていう、だったら治安を良くすることを先決挙だと思うんですけど。<laughs> いや本当にとどまるところを知らない狂い方ですよね。これね。ちょうどこの動画を撮る前日、昨日ですね、<うん S 1> ワシントン DC で民主党の議員がカージャックにあったっていうのが一個話題になってて、 うん、ヘンリー・クエリアルっていう下院議員が、もう議事堂のすぐそばの自分のアパートメントに車止めたところに、3人の武装した黒人がやってきて、脅されて車持ってかれちゃいましたっていうのがあったんですけど、自分たちが支持してた犯罪者に優しくっていうので、民主党の議員が今、続々とその被害に遭っていると言いますか、因が横報っていうんですかね、こういうのをね。 もうだけど、まあまあ、でもう本当そういうことも起こんないと目が覚めないのかね、うん、人間は痛み知らなないいと多多分分気づかないんでですすよね、まあ、僕も多分同じですけどまあそういう意味でですねこのソフトオンクライムというのが実はこっそり日本にも来てるんじゃないかとういうことを懸念してるんですねでそのソフトオンクライムというのが日本の場合はソフトオン 外国人クライム。ああ、なるほど外。外国人犯罪。うん。だからこれ、あの、いろいろ日本にいるですね、まあ、不法滞在をしてる人たちも含めた、まあ、不良外国人もいるわけですよね。が、いろんな犯罪を犯す。性犯罪もあれば、交通犯罪もあれば、まあ、様々な犯罪行為があってもですね、異様に優しいんですよ。だから、逮捕しても起訴しない。不起訴っていうことが頻発してるんですね。 うん、で、殺人未遂でも不起訴というですね。はい。聞いてるかもしれないけど、埼玉県に川口市というところがあって、まあそこで今、まあクルド人グループが問題になってるわけですよね。はい。で、そこで、こう、なるクラン、まあ一族がですね、ナイフで持って大乱闘してですね、一人死にかけたという大事件がありまして、搬送された病院にですね、両方から人が集まって、 大乱闘になってですね、病院の救急受付がしばらく停止してしまったと。ということもあったわけですね。で、そこでまあ7人逮捕されたんですけど、全員不起訴と。<ー>そう、そういうですね、非常に不可解なことが起きているんですよ。うん。で、新聞記事もですね、日本の新聞記事ってやたら短いんですけど、すぐ読めちゃうんですけど、うん、不起訴になったと。で、 国籍が影響かとかって書いたんですよね。一言ポロッと。ああ、なるほど。彼らってあれですね、トルコ人とクルド人をなんか使い分けるみたいなこと聞いたことあるんですけど。うんうんうん。まあ基本的にはトルコ国籍ですけど、うん。まあだからそのクルド人に限らずですね、いろんな国籍で、外国人だと逮捕されない、されても不起訴みたいな、ソフトオン外国人クライムというのがどうも日本であるようで、これももしかしたら、これちょっとどう考えても異様なわけですよね。 でまさかというのが、まあ、岸田政権って完全にバイデンポチ政権じゃないですかだからアメリカからですね移民をどんどん入れろとそういう指令が来てるという実は情報があるんですけどさらに外国人の犯罪は極力取り締まるなと言われてる可能性もどうもなんかゼロじゃないんじゃないかなとそうじゃないと異様すぎてですね 警察庁とかがなんかいろいろこそこそやってるっていうことなんですよね、うん、そうです警察検察ですけどはい、うん、その可能性なくはないかなとちょっと思ってるんですよねアメリカカナダがそういう状況だとですね日本にまあそういった形で何らかの影響が来てもですね、まあ、おかしくはないかなという気がしますいやあの,その外国人の話でるとカナダで3日前かな確かあったのは最高裁の判決で。 そういう凶悪犯罪とか国家安全保障リスクがないのに強制退去してはならないっていう謎の判決が出てわわなな <laughs>。違法滞在、司法大国家になってしまったっていうのがつい数日前の出来事でした。あ、やっぱり日本でも法務大臣が重大な違法行為がない限り不法滞在中の子供とその保護者の 定住を認めるなんていうことを言ったんですよねだけど法務大臣ですか前の法務大臣が言って今の法務大臣もそれを引き継ぐと言ったんですうん。だけどそうやってね重大な違法行為がない限りって言ったって不法滞在は違法行為でしょうそうなんですよねうん。だからそもそもが違法なんだからうん。でそれでいや子供かわいそうだからで子供はいてもいいよ まあだけど子供だけじゃあれだから親もいていって言う、そういうみんないることになっちゃうじゃないですか。うん、もう今もその、ね、優しさが暴走している人が多いんですよね、そのなんか国益とかそんな無視して、うん、その個人のことだけを考えて動いてあげようっていう国の役所さんたちも増えてるのかなっていうふうに思うんですけど、それで国のためにならなななららいいんですよね全くならない国民のために、国益のために動くべきであって、外国人さんはもう極端なこと言うと二の次のはずじゃないですか。 うん、それがされてないっていうのがもう意味が分かんないですし何を目的にそんなことやってんだって思っちゃいますしでその辺がねその今の日本のまあ官僚およびその自民党の政治家たちがです、ね、非常に安易にこのアメリカやカナダを席巻しているリベラリズムに追従することがいいことだと思っているもしくはそのように指令されている。 という印象を受けけるわけなんですよで僕が言ってるのは子供かわいそうだって言うんだったらさっさと返しなさいと。ねうん、だって我々だっていい年してから海外出てるでしょ、うん、でもう僕なんかだってもおじさんだってから留学してるわけですよ。うん、でそこからまた勉強し直して大学院で勉強してで働いてとかってやってるわけなんで若きは若いほどいいわけですね。 下手に年取っちゃったらもうそれこそ適用が大変なんで。で、日本にいても日本語もできませんじゃ、それこそ悲惨なわけだから。うん。うん。ださっさと、できるだけ若いうちに返してあげた方がいいに決まってるんですよね。うん。だ子供のことは心配するんだったら、さっさと返してあげなさいということであって、下手に日本に留まらしたら、もうそれこそ半グレになってしまってですね。え、なんか社会のこの裏の住人になってしまうと。 こういう恐れがあるわけですし、まあそれからあそういうことをやってると、じゃあ日本で子供を産めばいいんだということで、えー、続々と入ってきてしまう恐れがあるじゃないですか。うん。だそういう基本的なことも考えてないのが今のまあ自民党なんですね。あとはあの子供たちが心配なんですけど、なんて言ったってな、ね、い？この LGBT 云々って言ったって極論すれば、まあ大人派は勝手に調べてるとかあるじゃないですか。